はい、どうぞ。世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございます。まあ、誰も拍手しないものですから、まあ、一応拍手できる、まあまあ、カメラマンは、ね、拍手しなくて、まあ、はい、一応自画自賛、はい、もう誰も拍手後ろにはい、する人はいませんから、はい、で今日はですね、久しぶりにまた細道ドライブなんですけれど、多分ですね、YouTuber の人たちもここはやってないだろうということで、細道ドライブやりたいというふうに思っております。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。空見ろ。はい。え？家なんでもない。皆さん、おはようございます。おはようございます。今のはちょっとカットしてもらって。はい。今日とっても綺麗ですよね。はい。なんか、梅雨はまだなんですけど、そう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 、なんか梅雨の晴れ間って感じ。うん、ね。そうですね。で、今日はね、大島紬村。大島紬村の中には入りませんが、大島紬村に行きます。行きますが、通ります。はい、ここは野乳トンネルでございます。ここが奄美大島で一番北部にあるトンネルになると思いますね。で、なぜ市内、奄美市なぜから来た時に、このトンネルを入ったら下り坂になるんですけれども、気をつけていただきたいことがあります。何を気をつけるんですか？そこなんですよ。そこそこそこ、何を気をつけるか、坂道になってるんですよ。それで今もアクセルを離したんです。アクセルから足を離したんですけれども、もうこの段階でも右側に方向指示器をつけなければいけない。大島紬村行くときに、で後ろのダンプも減速しました。これね、今日たまたま車走ってませんけれども、気をつけてくださいね。これ直角に曲がります。はい、直角に曲がった。イモーレ手広海岸、イモーレ手広海岸、はい、あとグリーンヒルとかもあるんですけれど、ここはいわゆる右側に直角に曲がりましたけれども、まあ、こういう、並木道みたいな感じのところを、走っているわけなんですけれども、大島紬村に行かれる方はもうこのコースなんですよ。で、今から正面見てぐるーっと右側に曲がって、出てくる予定なんですけれども、はい、でここでスピード徐行ということですね。こうスピード落としていただいてですね、これ右側が、はい、これ大島紬村、はい、映してください。はい、はい、ちょっとアップで、あ、いいか、いや、アップでしなくていいです。で、これが入り口です。はい、でもカメラワークいいですね。素晴らしいカメラワークですね、これで。今日はちょっと練習はしてないんですけど、はい、バッチリ映せると思います。素晴らしいですね。はい、もう何時間ゆっくりゆっくり、はい、こう皆さんが見やすいように映すのが私のね、使命ですからね。はいはい、あ、綺麗、ブーゲンビリアをされて、これはもともと奄美大島のものじゃありませんからね。でも綺麗で、お花は、はあ、次何、あれもブーゲンビリア、私バラに見えたんだけど、バラですね。バラじゃないよ。何あれ、バラじゃない、わかんないけど、まあそんなこんなで、はい、これは集落の後ろ側を通ってるという言い方がまあいいですかね。はい、まあ綺麗な、まあ綺麗な海遠いですよ。遠くてもいいです。海私が写したい、写させてくれたんだけどね。はい、どうぞ。隣の人うるさすぎて、だから写すのが嫌になるかもしれない。ガチャガチャ言わない、自由にさせてくれたんですよ。ガチャガチャ言わない。急にあっち向けって言ってもカメラはゆっくりくりしか動かないんですよ。ちょっと後ろから尾行されてます、2台。はい、早く行けって言われてます。あ、そうかもしれない。ちょっと待
ほんとほんと、うん、もうなんかね、ちょっと強いけど森林浴してる感じがして癒されるんですよ。表現はちょっと違いますけどね。え、なんでもない、どうぞ。表現もおかしい、いいんですよ、おかしいのが。これね、森林浴じゃなくて海風なので。でもね、緑見てるとね、癒されるんですよ、ね。まあ、人によって表現がまちまちなの で、私が言ってることを分かる人もいると思う、うんね。まあ、ここは、はい、右に曲がります。はい、右です。はい、何か書いてますね。なんて書いてる。イモーレ手広海岸は左側なんですよ。結構ゲストハウスが多いんですね。ゲストハウス的なのありますよ、はい、あとなんだっけ、あのグリーンヒルもありますしね、うん、それから町営住宅も手広団地ね、うん。まあ、一応手広からですね、ちょっと過ぎると加瀬県ですね。今からYouTube でもあんまりね紹介されてないところにちょっと皆さんをご案内したいというふうに思います。皆さん楽しみにしとってください。何があるか分かんないけど、ワクワクして見てくれたらありがたいです ね。はい、私はね、いつもね、なんか知らんけどワクワクしてるんですよ、はい。本当はね、ウキウキから入ると思うんですけど、はい、ウキウキしながらワクワク感が入ってくるんですよ。やっぱりあのウキウキする人って釣りをする人でしょうね。うん、まあ奄美は釣りもいいですよ。そうね。うん、私も一応釣りはできますよ。ああ、そう美人カメラマン釣りするそうなんですけど、私はしないんですよね。はい、釣りができるんですけど、うん、私はしないんです。釣りができるんですよ。はい、こういうところですかね。はい、ちゃんとあの餌からつけれるんですよ。私は餌つけられませんけど、ね。あ、綺麗な海。ちょっと、はい、パンなんかしてですね。あ、見て。わあ、綺麗。綺麗ですね。波が高いのかな。今日風がちょっと強いですね。バックします。バックします。綺麗な海。バックします。バックします。まさかここ降り。間違ってもおりません。皆さんぜひ、ほら、遊びに来てください。ちょっとゆっくりと。いや、ここ何年ぶりだろう、ここまで入るのね。あ、私も初めてだ。あなた初めてでしょうね、うん、はい、だから私すごいワクワクするんですよ、うん。まあ、地元の人でもね、ここまで入ってきませんからね。手広海岸、今から行く手広海岸行ってお手洗いするとか、まあ、波を見るとか、波乗りしてる人たちを見るとかっていうことはありますけどね、ここまで入るっていうのはなかなかね。結局ね、あの入れない理由がね、あの通り抜けできませんから、これね、Uターンしなきゃいけないっていうのもありますので、これ軽自動車だからまだいいですけど、これ普通車なんかで入ってきたら、ああ大変、行き止まりですね、まあ、これでこういうのがあってですね、あ、と思うでしょ。ここは、車が来た、あっちゃっちゅうのちょっとカットしてね、変な言葉が出てる、車が止まってるのか、来ますね、止まってくれた、うん、あ、いけいけって、うん、ありがたいです、ね。ここ映してこれ、映してます、まあ、綺麗、川、こんな感じどうでしょうか。で、川ですよ、川から海に行ってる、綺麗ね。あ、川から海、綺麗。まあ、そんなこんなで、はい、まあ、この付近で狭い、はい、大丈夫？行きません。 あの人あっちから来たけど、行きません。あ、よかった。あげ、なんか変な言葉が出てしまって、すいません。これはあの田舎語です。もうあの奄美大島の方言、アゲハゲが出てきたらもう奄美大島ですね。皆さんも奄美大島に哀嘆する方は方言としてアゲハゲを覚えていただければ、まあ、大体奄美大島の人かな。でもそんな感じ。待ってくれてたの？そう。美人カメラマンだ。映す。これ映す。ありがとうございます。はい、映す。映す。はい。こういうところがいいんじゃないですか？こういうところはもう、こういうところ、うん、こういうところあの、ゆっくり、はい、清流みたいにね。はい。はい、こういうところにね、船とかね、
いると思うんですよ。いや、船はいないと思うよ。でもいたら面白いじゃないですか、うん、いたら面白いっていう風に面白いに変えないと。いや、いたいないとか言ってたらねえ、やる気が失せるじゃないか。それもそうね。あ、すいません、言葉が悪くなってきて。まあ美人だからいいと思います。あの、美人でも性格さえ良ければもう何言ってもいいと思いますよ。でも何言ってもいい、はい、性格はいいと思う、うん、ね、はい、カーッと喧嘩したことないもんね、はい、あ、私怒る人嫌いなんですよ。僕らは怒りますからね、うん、怒る人、うん、何で怒られなきゃいけないの私をって人いるじゃないですか。あれ性格悪すぎますよね。あれ、アマリリスがいっぱい咲いてるほら、なんかね、こういうとこ来るとね、せせっこましいんだけど、綺麗じゃないですかね。綺麗、綺麗、はい、綺麗です。あらららら、あら見て、ほら、ガジュマルトンネル、これ何、ガジュマル、ガジュマル、ガジュマル聞いたの、うん、あ、トンネルみたいして、おしゃれ、ほら、はい、世界中の皆さんどうでしょうか。ほら、いやいやいや、あれだ、こっち映さんと、こっち、あ、ごめんごめん、こっち映さんと、こっち映さんと、もう、車来たの、車がガジュマル映すかな、いやいや、ガジュマル映しちゃって、あんた、あの、あれよ、ガジュマル映しちゃってね。今日は、軽トラのお兄さん方に、今日軽トラの日だな、譲ってもらってありがたいですね。先ほどの方にもちゃんとありがとうございますとお礼も言ったんですよ。やっぱりね、美人が言うとね、男弱いからね。やっぱりあの方ね、あの今の人じゃ、さっきの人のなんか川の人なんかね、行きも帰りも待っててくれたんですよ、うん、ね、うん、仕事サボってんじゃないか。でもいいじゃないですか、あんな人優しい、みんな、ね、うん、島の人は優しい人多いですよ ね、 ね、半分が優しくて半分がね、交通マナーが悪い人もいるし、ね、そう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 、絶対あの皆さん、あの何、あの何、あのレンタカーの方は特にあのスピード出しちゃダメですよ。もうここの人はね、もう急に入ってきますからね。本当に昨日も今日 もう大変な思いしましたから。歩行する人も突然、そう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 、歩行者も突然出てきますからね。びっくりですよ。あの大通りだろうが細道だろうが、びっくりですよ。絶対もうあの奄美大島ではゆっくりですよ、うん、間違いなくゆっくり飛ばしていけましたよ、はいはい、絶対です。せっかくのね旅がね、うん、台無しになるからね。台無しになる、一生台無しになる。本当に気をつけてくださいね、うん、あの幹線道路で絶対あんまり、うん、スピード出しちゃダメ。あのね、うん、町内に入ったら飛ばさないでくださいね。で、はい、今加瀬県行きましたから、ここはもう手広海岸のところに来ました。で、まあこの今映ってる画像の反対側が手広海岸、あれするとこですね、サーフィンするとこ、ここグリーンヒル、ここが去年ですね、うん、さんまさんと木村さんが来たところですね、まあ、今日放送、今日じゃないや、今年放送されたわけですけどもね、はい、私らも食べに行きましたよ、うん、ね、何年か前に、はい、美味しかったですよ。美味しいですね、はい、カレーが美味しいです、うん、カレーね、うん、あれ何、あ、家か、イエス、でこれは手広海岸、はい、イモーレテビルが、まあ、映してください。はい、はい、はい、サーフィンのメッカです、はい、サーフィンする方はこちらに来てください、はい、でサーフィンする方がここで、お手洗いする方もここで、で何にもせずに愛を語る方もここで、それから、まあ、タバコ吸うのはダメでしょうね、風が強すぎて、はい、煙じゃなくて煙とか灰が川にかかりますのでね。あと自動販売機もありますしね、はい、どっこいしょ、ドン、ガバ、ちょっと、ここに止めてください、もうここに止めてくださいとかあるじゃないですけど、おり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 、あ、サーフィンかな、おーおりおりおり、あれあれ、スタンドアップボード、はいはい、あれが、はい、映してくるんでしょ、はい、ちょっと待ってね、はいはい、ちょっと待ってください、ね、サメ注意、サメ、サメ注意、はい、
サメがいるのでサメザメ。行ってきます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 。ということで、サメに注意ということで、あ、こんなもん撮りましょうかね。あ、こんにちは。これがですね、手広海岸なんですね。はい、手広海岸ですね。まあ、三脚も持ってきてはいるんですけれども、設置するのが面倒くさいので今日はやりませんが、まあ、こんな感じで。まあ、スタンドアップボードでやりたいんでしょうけど、これだけの波ちょっと難しいでしょうね。はい、まあ、龍郷町でも人気のあるあのハートロックはずっと向こう側になります。行くとしたらぐるっと回って向こう側からしか行けません。まあ波がなければ行こうと思ったら行けると思いますけども、面倒くさいので向こう側からみんな行ってますね。あと今日はとっても波がちょっと高いんですけれども、まあ私なんか泳ぎもしないし当然サーフィンもやらないんですけれども、まあここでここからこう見るのは非常に、楽しい風景ですね。はい、まあ、お手洗いもありますし、それからもう今日ちょっと青い空もちょっとこのように、あるので、風がちょっと強いですけれども、うん、とても、はい、なんか奄美大島のブルー、奄美ブルーみたいな色としても最高だと思いますね。ぜひあの手広海岸、あのサーフィンをする方はもちろんなんですけれども、サーフィンしなくてもですね、あのこれだけの風景がありますので、あの自販機もあるしお手洗いもありますので、まあ、当然駐車場もある、ゆっくり、愛を語るなり子供さん家族連れで来るなり、はい、ちなみにここはですね朝日ですね、夕日は真後ろになります。はい、お、スタンドアップボードできたかな。今やってますね。頑張ってますね。ちょっと追っかけたいと思います。あー、落ちちゃった、落ちちゃった。ちょっとこの波でちょっと難しいかもしれませんね。はい、ということで、ぜひ手広海岸にもお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、手広海岸です。今日はちょっと波が荒いですね。うん、まあ波が荒いけどなんか爽やかっていうか、いい天気ですよ。いい天気、いい天気。もう風も吹いてるしね。そうそう、いやいやいや、なんか最近はちょっとかなって感じ。波が荒すぎてね。うん、すごい。やっぱね、あれだよね、なんかこう。ヤシのアダンの木もね、多くて。まあ。いい感じ。どっこいしょ。はい、どっこいしょでいきます。どんどんいきます。あだ、すみません。方言になるから、アダーとか。ここはもう完全に、行き止まりなので、はい、やめます。はい、行きません。はい、下に降りていきます。はい、戻ります。下ります。はい、右に曲がります。右に曲がります。まあ、ここが奄美大島のどちらかというと別荘の始まりでもあるし、まあ、いろんなね人たちが土地を買い、別荘を建て、家を建てたという場所でもありますね。どんな別荘ですね。別荘ですね。まあ、やっぱり
普通じゃ泳げないですからね。波が荒いですからね。波が荒いですからね。まあ波が荒いから、あれでしょうけどね。そのサーフィンができるわけですから。本当。すいません。ここでカットしてね。ゆっくりだ、今飛ばしてきたんだもん。いや、まあ、あんなもう、まあ、あんなああいう運転するからもゆっくり走ってくれっつってるわけ。下りなんですよ、あっちは。飛ばすんですよ、下りなんてね。加速出るからね。あ、怖かった。すいません。おっとおではでした。あ、磯日和鳥ちゃんが映るかな。でもこういう狭いところでも減速して走らなきゃいけないのに。あ、かわいい、ほら。撮った？え？撮りました？わかんない。あら、一瞬だから。ああそうね。でもね、さえずりは聞こえたかも、うん、あでも私の声の方がうるさかったかも、うん、興奮して。あ、綺麗な磯日踊りだったんですよ、動画。青と、うん、だからあんな距離からでも、うん、私は眼鏡かけないと、うん、ほとんどあの何ぼやけてるから、うん、鳥とか見過ごしてしまうんです、うん、今メガネ外してるもので、うんうん、一応あの、うん、多分さえずりに、うん、あの引かれたらと、うん、引かれる、うん、何道引かれる、うん、かな。ここが町営住宅とか公民館の後ろ側に来ています。まあ、行き止まりですね、はい。まあ、大体、まあ、こんな感じでございますと。行き止まり？ということで、はい、まあまあ行けないことはないでしょうけども、これ以上ここ何走っても、教会、これ教会じゃないです、これは。あ、違うね、うんうん、個人の家というか、個人の家、うん、すいませんね、勝手に入らせてもらって、はい、ごめんなさい、U ターンします。はい、行きます。はい、失礼な人たちが何度も会えてるわな。いやいや、まあ、運転手はどうか知らんけど、カメラマンは美人だなとは思われてると思います。おしゃれな町営住宅だね。いや普通ですね、一応映しませんけど、はい、今回はね、手広海岸に行く道路じゃなくて大島紬村に行く道路を中心に入りましたので、今裏側から走っているっていうのは状況ではあります。でこれをちょっと右側に曲がりましてね、ヤギのいるところ、今いるかどうか分かりませんが、ヤギのいるところまでちょっと行ってですね、終わりにしたいなというふうに思います。食べますか、空いてたら。空いてたら、うん、なんだろう今日はカチンとなんだ、何か場所もあります。普通はこうまっすぐ行くんですが、やっぱりその
カメラマンがひねくれてますんで、たまには左側に寄ったりとかですね。夏日なので、ちょっと今日は、でも涼しいですよね、風が。いや風が吹いてるおかげで、なんか、こういう風景、こういう風景いいんじゃない？こういう風景いいね。ほら、木草草が生えてるみたい。黄身でも見れて。いいですね。景色もほら、いい景色ですね、うん、あの辺なんか白い海に、なんか白いね、海が、うん、塩あれ、うん、塩なの、うんうん、あぐい、あららら、あのネイティブシーが映ってます。ネイティブシーですね、うん、ネイティシーだ、はい、ネイティブシーですね、ネイティブシーですね、ネイティブシー、はい、カタカナが上手に喋れない私って言われてますまっすぐ行きますかね。あ、これこっち行くとね、赤荻に出るはずなので、まっすぐ行きましょう。まっすぐ行きましょうか、ね、ここ私来たことないね。ない。行ってみましょう。行ってみないとわからないし、うん、ない、行ってみよう、やってみよう、まあ、うん、行けなかったらまた U ターンでもしますかね。あ、大丈夫大丈夫、先が見えてるもん。先が見えてたら安心じゃないですか、うん、でもどこに出るんだろう。ヤギ小屋の後ろに行ったりして、えって考えてね、目、うん、あなたたちお客さんでしょって。ほら、すごい狭いの、すごい狭いの、急にね、ドア閉めるからね、肘を置いてたんですよ、びっくりしたわ。さあ、右は行けません、左です。結構細道ドライブですからね。ちょうど細道に来た。岸本さん、飛んで、はい、岸本さん、はい、飛んで、はい、飛んでくる、はい、上手上手、バイバイ、岸本さん、ありがとう。ソテツさん、ソテツ通りですね、そう、ソテツ通り、ほら、はい、そうですね、ソテツ通りですよ、キーさん、ソテツさん、ありがとう。今、岸本映ってました？わからない。わからない、すいません、そんな岸本映してるのか、何映してるのかわからない、うん、ただ持ってるだけで、私は外、他のとこ、チロチロ見てるからカメラ持ってるだけなんですよ。初めて来たところの景色見たいじゃないですか、自分が。キジバトは主役じゃないんだもん。かわいそうなキジバト。寄り道ドライブだからさ。私も来たことないところだから。かわいそうなキジバト。来たことないところだから景色を見ることに必死で。俺はキジバトさん、俺はキジバトさん。ほら、わかりますか？キジバトさん、キジバトさん。飛んでごらん。ありがとう、キジバト、道案内してくれてありがとう、キジバトさん。私はただね、右手で持ってただ固定してるだけで、左手は手振ってるの、キジバトさんに。それはそうですね、初めて来るところなのに景色を見ないとね。あ、今のとこパパイヤがタワワだった。あ、そう。でも映すとみんなに分かるから、映さなかった、うん、あ、そうですね、撮れるんですよ、すぐ。ほら、ここ来てね、あのパパイヤを撮ってね、盗むやつなんかね、それは大したもんですよ、そら。でも、うん、車から撮れるんですよ。あれ、あ、そう、手伸ばして撮れる感じだから。あ、そう、あ、そう、うん、ま、窓が開いてたら完全に撮れてたもん、私。ほら、手が長いからさ。あ、そうね、3メートルぐらいありますもんね、うん、本当に、手が長いんですよ。だからほとんど私は男物しか着ないもん。あ、女物はね、手が短いからね。今の人は手足長いから、いいですけどね、うん、私らの時代の人は手足が短いから、うん、仕方ないけどね、うん、だから私の服は全部男物なんですよ。これね、赤荻の裏に出てきちゃいましたね。うらら、うらら、うらうら言ってて、赤荻の裏に出てきましたね。結構、道が多いですね。ここは家？別荘？イエス。いや、うち。こんなところにね、おしゃれなお家ね。今のお家、みんなおしゃれですよね。うらやましいね。でも、こういうところに住むと、車は絶対必要ですからね。うん、ね、うん。何これ？職員駐車場って、うん、星の園の駐車場。星の園、はい、聞いたことあるけど、うん、介護
施設なのかな。かな。そこの目ですよ。あ、行ける。ほら、ヤギのとこに出てきたじゃないですか。うん、私当たり、勘がすごい。ね、はい、ほら、ヤギ、ここヤギのとこの裏なんですよね。うん、ね、この。いやいや、それあれ、ソレイユファームなんですけど、それあれ食べる？その、あのソフトクリーム。食べる？食べたいって来ない。使用禁止って書いてあるよ。食べないね。食べない。食べない、はい、わかりました。え、あなた食べるの？どう、私が食べる。え、一人で食べるの？あなた食べないんだから。あ、じゃあ、え、じゃあ食べる。頭おかしいんじゃないの？食べますかって聞いて食べないってなったら。ここの中で？いやいや、で、私が代表、私が代表で食べるわけよ。で、あなたがそれを移すだけ。素晴らしいでしょ。カットね。はい。味見させてね。買ってきました。はい。映ってます？映ってますよ。450円。で、これ頼んでから、大げさじゃない。10秒かかってない。よかったじゃないですか。はい、食べたいと思います。これはあの何、うん、ヤギの乳で作られてるソフトクリーム。そう。あ、私の大好きな色、ソフトクリームは白で、うんうん、白で。で、ヤギの乳で作ってあるので、その乳を出すのは乳なわけ。面白いでしょ。うん、この辺になったら入ってます、入ってます。私よ、暑い、ちょっと暑いんですよ、今日夏日で。こういう時のアイスソフトクリームいいですよね。うんうん、皆さん、ぜひここに来たらソフトクリーム食べてください。はっきり言って美味しいですよ。うん、あのお世辞抜きでじゃなく、自分が食べて、あのヤギの乳なんかめったに食べれないね、ヤギの乳で作ったあのソフトクリームが食べられないからね。美味しいです。ぜひここ行ってください。私あのこれね、写します。あら、これね、ヤギ、や、それいう、それいうファーム、ヤギミルクコーちょっと難しいですよね。あのかわいいヤギさんのほら、ね、はい、何ですか？はい、何ですか？これね、うん、450円なんですけど、うん、その450円を出して食べる価値が十分ある。大きいんですよ、これ。うん、やばい。普通の特大サイズ。うん、だから、恋人同士では、2人で1個で足りるかなと思いますよ。うん、あ、それは考え方間違い。それ、いや、それか、子供連れの人も、うん、子供でもこれ大きいからね。ね、まあ、うまいわ。まあ、何しか一人一個について食べた方がいいです。ということで、ここで動画終わりにしましょうかね。うん。うん、はい。ということで、世界で一番面白い人生ガイド、元いたきの YouTube 動画。今回は、手広海岸、まあ、手広集落、それから加瀬県、それからこのソレイユファームのいわゆるあのヤギミルク工房で450円のソフトクリームを買いました、食べました、美味しかったですよ、ということで締めくくりにしたいと思います。それでは世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう。さよなら。さよなら。さよなら。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。腕が疲れた。